8年ぶりの V へ、日本ハム2024開幕ローテ&スタメン予想一発。フェードロー野球チャンネル。魔王だろそれは。新庄さん、こうだ、こうか。あ、見切れてた。指。いや、新庄さん。はいはい。まあ、最終年とかになんのかな、本人的にもね。ああ、そうかもね。ね。うん。このオフで言うと、山崎幸也選手。うん、うん。補強であったり、加藤選手のね。はいはい。残留であったりっていうところで、しっかり戦力を整えた日本ハム。ね。私は優勝予想も。世界最速で。早すぎるんですよ。日ハムの OB より早いだろ。そうだね。いや、俺はいけると思う。今日、この調べて、自信が確信に変わりました。あら。はい。松坂ちゃん。松坂ちゃん。じゃあまず簡単にね、日ハムの今シーズン振り返ってみると、はい、60勝82敗1分けで6位と、うん、ね、途中まで下付けやったんだけど最後ね、うん、大型連敗とかでガタガタといってしまったんですけど、で防御率は 3.08 で3位と、うん、もう3点台前半ですからね、さすがでございます。で得点が464で5位、失点が496で3位だったので、うん、まあ、やはり投手力というより攻撃のところに課題はあるのかなというチームでございます。じゃあローテ予想いっちゃうね。はいはい。あ、ポーセ選手と上沢選手抜きますわ。うん、うん、これね、大丈夫かって思ってんだろ。そうだね、大丈夫なんだよ。おろ、うん、まあ、まず1番手は加藤選手よね。まあね、うん、24登板フルで回って、KBB 5.19 だからね。うん、うん、奪三振率 4.57 でこの数字はもう加藤選手がありえない。まあね、そうね、素晴らしいです。もう何も言うことはないんですけど、はいはいはい。そして2人目が開幕投手、うん、もう任されましたひろみちゃん、うんうん、伊藤ひろみ選手、こちらも24登板フルで回りまして、まあ、WBC でね、中継ぎ調整してたとかいうのもあって、うんうん、難しいシーズンだったんですけど、うん、まあ、150イニング投げてますし、まあ、さすが侍レベルの選手だなという感じだね。うん、そして3番手が上原選手、うんうんうん、で上原選手がね、101.1 回、うん、まあ、100イニング投げたんだけども、うん、まあ、登板数が19回っていうところで、まあ、単純に割り算したらね、大体、まあ、5回ぐらいで、そうなんだよね、変える、うん、そうね、変えられてしまうというところなんで、うん、来シーズン、130、150とかね、イニングを送っていく必要がある選手ではあるのかなと思いますね。うんうん、そうね。そして、またその鈴木選手。うん、この選手がいいんだよね。これまでの3選手はね、まあ、貯金作れなかったんだけどね、うん、鈴木選手が6勝4敗で貯金作ってるんで、うん、それはもうチームとして、かなり重要な、うん、素晴らしいことかなと思いますね。で北山選手も先発やってて14登板で、まあ、6勝5敗貯金1つ作ったんでね、うん、来シーズン3年目になるのかな、うんうんうん、もう10勝そうね、いけるよ、うん、北山選手で、あとは山崎幸也選手が、ね、はいはいはい、入りましたんで、まあ、もう何も言うことないですね。うん、10勝5敗ですから。で、イニングも130イニング、うん。イニングは意外と投げてないんだなぁと思ったんだよね。そうだね。うん、150、まあ、150とかに比べたらね。そうだね。うん、まあ、オリックスが中継ぎもかなり、強かったっていうところもあるかもしれんけどね。で、これに加えて、侍で活躍した根本選手、うんうん、金村選手がもう先発転向というところなんで、うん、はいはい、まあ、この2人、かなりね、上沢選手とポンセ選手抜けたけどね、がっちりしてると思う。まあそうだね、うん、まあ、ポンセ選手はまあ仕事去年に関して、あ、今年に関してはね、仕事はあまりあまりね、ね、っていうこともあるしね、うん、まあ、純国産の先発陣でいけそうだと、ほうほうほう、感じだね、うん、まあ、何回もイニングの話になっちゃうんだけども、うん、まあ、北山選手、鈴木選手、根本選手、金村選手、うん、この辺りが100イニングね、いったらもう投手王国。まあそうだね、ちょっと行かないとでも厳しいね。そうだね、100イニングっていうところをまず目指してるのかなと。そうね、実績考えるとね、上原選手とかね、うん、いう感じだね、うん、あとそのチームを優勝に導くのであれば、開幕投手任された伊藤選手がもう最多勝とかね、まあそういう絡んでこないとね、うん、絡んできて引っ張っていってほしいなっていうのある、うんうん、また先発陣素晴らしいなと思いますね、うん、続きましてリリーフ、はい、リリーフ陣がね、救援防御率が今シーズン 2.95 だったんで、うん、もう3点切ってるって素晴らしいですからね、うん、でまず、リリーフのやつ8回の男かな、池田選手、うん、51登板防御率 2.86 と、であと玉井選手、川野選手なんかも50イニング、うん、トリオ、うんうん、川野選手なんか 1.70 だからね、防御率。いや、 やっぱり中継ぎが合うんだね。ねえ、うん、もうさすがに俺は中継ぎでやっていくぞ。もうそうだろうね、ってね、うん、もうね、確立してるよね、うん、なんか頼もしいです。あとは田中正義選手のね、うん、47登板で25セーブか、うん、で防御率がね 3.50 だったんで、うん、この辺がね、前半2点台前半、うん、そうだね、来ればさらに締まった試合、落とさない試合っていうのが出てくるのかなと思うね、うんうん、
あとロドリゲス選手なんかはかなり苦戦してたんで、まあ、序列的には下がっちゃったかなって感じだね、うんうん、あと宮西選手が完全復活と、うん、打三振率も 9.13 だからね、はいはいはい、宮西選手あとだから15年ぐらいやれるのかまだ、まあ宮西選手はあと15年は堅いね、15年は、うん、マストっていうかね、マストだね、そういう契約だと思うんだけども、うん福田選手、はいはい、左ピッチャーですけどね、うん、29登板で防御率 0.00 だ、いいんだよ、いいね、そうでこれは選手に加えて山本拓実選手とかね、うん、杉浦選手とかもしっかり仕事してるし、そうだね、でマーフィー選手とザバラ選手、はいはい、取ったんでね、あどちらも後ろですね、後ろ長継ぎだね、うん、でザバラ選手はとにかく球が入ってね、はいはい、大事、162キロか、今年そういう選手多いな、各球団もうなんかアバウトでいいからストライクゾーンに行けば打たれないんじゃないかと、まあそういう補強だろうね、ね、新庄監督も言ってたけど、うんうん、という感じで、まあ、河野選手、宮西選手、福田選手で左も、ね、かなりハイレベルなピッチャーがいるし、そうなんでね、うん、でこのマーフィー選手、ザバラ選手が当たれば、まあ、パリーグの中継ぎでもかなりそうだね、ナンバーワン取れるぐらいの選手いると思うんだよ、オリックスに引きは取ってないね、そう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 、で、今年ドラフト1で取った細野選手、はいはいはい、僕は後ろの方が適性があるかな、なるほどと思ってるんで、はいはいはい、うん、まあ、細野選手も大事だね、大事、うん、戦力的にね、だからもう将来の僕クローザーとか面白いんじゃないかなと思うんだけどね、松井裕樹選手ラインだね、そう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 、侍、うん、の時もね1イニング限定で東京ドームで見たじゃない、そうだね、これ1イニングマックスで来られたらプロでも強するなと思ったからさ、まあ、158出るからね、158の男だから、うんうんうん、でこのねメンツ見てみるとね、日ハムはよそから来た選手が活躍しがちなんだよ、はいはいはい、はい、素晴らしい、うん、池田選手なんかも楽天から来てたりとか、うん、で田中正義選手とか山本拓実選手、杉浦選手もね、うん、そうね、移籍してきてるから、うん、これは何なんだろうな、見る目があるのかな、あまあそれもあるしね、えアトムなんじゃない、アトムなんかな、ね、中継ぎ陣が雰囲気がいいってことなんだろうね、やっぱススピノでね、あのガス抜いて、ガス抜いてな、ジンギスカン食ってな、まずな、うん、というピッチャー陣、うん、ピッチャー陣はね、僕はもう胸を張って、そうだね、素晴らしい、うんうん、で野手陣いきましょう、はいはい、はい、ここです、ここだよね、いかに点を取るか、うん、もうこれに限ってます、A クラス優勝争い、でも2年試したからね、もう本当に勝負の3年目ですよ、というこのね、新庄政権2年間、うん、冷静に私も見てましたよ、はい。発表します、はい、1番センター宮崎選手、お2番ショート奈良間選手、3番レフト松本選手、4番ライト万波選手、5番サード清宮選手、6番 DH アリエルマルティネス、7番セカンド加藤豪介選手、8番ファースト郡司選手、9番キャッチャー新藤選手、おいくよ、マスクかぶってもらうよ、開幕マスク、開幕マスク、あらもう得点に苦しんでんだから思い切ってもう行きましょうよ、なるほどね、新庄さんと、ほう、1番からね、はい、なぞっていくけども、この宮崎選手がね、この入打線、うん、これなかなか点が取れないのであればもうこれ顔になってほしい、攻めた打順ですね、随分ね、いやそんなことないですよはいはい、いきなりね、もうバッティングですね、もうバッティング、まあ、先日のね、渡来選手もそうなんだけど、うん、僕は新人1番にしがち期待のね、期待の、うん、足もあるからさ、そうだね、そうなんだよね、ガチッとハマってほしいね、うん、で2番の奈良間選手、まあ、奈良間選手ショートもねかなり激戦区ではあるんだよね、うん、僕は細川選手非常に好きなんで、はいはいはい、すけど後半の起用法とか見て奈良間選手1番任されたりもしてたので、ね、うんうん、もう2番で置いて、はいはい、という感じかな、うん、3番に松本選手、うん、3番が一番座りがいいような気がするんだよな、うんうんうん、通りもするからさ、はいはいはい、松本選手は12通りとかしたかな、出塁もできる、打って返すこともできる、うんうん、松本選手が3番が僕は一番いいんじゃないかなと思う、はいはいはい、4番はもうね、これはもう文句なしだよね、うん、まあ、惜しくもタイトルホルダーにはなれなかったんだけど、うん、1本差で来年30本いってほしいなと、まあね、期待されてるね、いけるでしょう、うん、で5番ね、清宮選手、うん、サードいろいろね試してて、まあ、落ち着いて来シーズン迎えれると思うんで、うんうん、サードね、まあ、野村選手とかもいるんだけど、そうだね、あでももう来シーズン、うん、いよいよ清宮選手80打点、もうメジャー仕込むね、出したしね、出してたね、そうそうそう、80打点ね、5番で入ってくれたらかなり変わってくるかなと思うね、うん、で6番にアリエル選手、うん、で7番に加藤選手、8番郡司選手、
でここが恐怖の下位打線ということで3人並べたんよね、うんうん、で郡司選手もねかなり評価が高くて2番とかでの起用が多かったんだけど、うん、ここあえてね8番にちょっと置いてみたんだよね、はいはいはい、この下位打線だ加藤選手ねフルでやってほしいなってなるんだけど、あまあねセカンドでそうね、まあ、うまいことローテーションしながらっていうふうになってくるかもしれないけどね、うん、でまあ新藤選手はいろいろ勉強することも多いだろうから、まあ、2割2分でもう丸とします。はい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 、はい、どうなんだろう、ちょっと日ハムファンの方はぜひコメントもらいたいんだけどね。はいはいはい、まあ野手はでも進学グリーンも取りましたよね。あそうだね、うん、アンドリュー・スティーブンソンね、スティーブンソン選手、うん、これは外野戦それこそ一番タイプなんでね。そうだね、まさに使う可能性は高いかなと思いますね。あそうだね、うん、宮崎選手とスティーブンソン選手なんかが変わってくるかもしれんね。あ、まあ、磯畑選手なんかもよ待てよと、おいと走りながら言ってくる。で浅野選手の隣からね、おい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 と、おいおいおいと、まあ外野手熾烈っちゃ熾烈なんですよね。熾烈だね。ちょっとスタッツあんまり良くないんだけど、そうなんよね、うん、選手はいるんで誰かが覚醒すればっていうね。そうただね、こうすごいいいバッター多いなと思うんだけどね、うん、冷静に見るとやっぱ打率低いね、うんうん、みんなね、うん、2割中盤とかが多いんで、うん、はいはい、その辺だね。3割バッターやっぱり1人は欲しい、松本選手なんかがね3割打ってくれよっていう感じになるんだけど、うんうん、清宮選手よ、まあね5番、まあ本当は30本とかね打ってくれたらね最高なんだけどね。今シーズン10本だったからな。そうなんだよな、99試合だね、うん、ちょっとフルではないんだけども、まあ、フルで出て、まあ、20本。そうだね、俺加藤選手なんかフルで出たら20本いけるんじゃないかなと思って。いやなんかな、打つイメージ、うん、ずっと肩乗せたままちょっと狭い球場だったらね、そのライナーで、うん、東京ドームとかすごかった。いや東京ドーム無双できると思うよあん時の。あマジでということでパ・リーグ優勝予想してます、日本ハムのオーダーローテーションを考えてみました、はいはい、皆様からのいいねコメントチャンネル登録お待ちしております。また明日お会いしましょう。ありがとうございました。稲葉さん、球場それ着ていけるようになったな。あ、本当だな、パワーパワー。あーえいかんはフェドローに輝く語呂ある。チャンネル登録お願いします。